皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は役割デトックス、ホームレス体験という話をしたいと思っています。先日一日ホームレス体験をしました。まあホームレス体験と呼び始めただけで、まあ今まではねやっていたんですが、まあ、今日はねそのホームレス体験みたいなものをご紹介したいと思ってます。まあ、一応言っておきますとですね、別にギャグでねホームレスとか言ってるわけではなくて、ある種のねリスペクトと緊張感みたいなのを持って、このような体験をしているってことを前提としてですねお聞きいただければと思います。まあ、何のためにその、まあ、ホームレス体験をしているかっていうと、まあ、社会的に規定された役割みたいなものの外側を体験する、そういう時間を持とうよってことをやってるんですね。まあ、社会生活を送ってると、特に活動してればしてるほど、その役割みたいなものが、なんていうのかな、付与されるというか、別に肩書きとしてバンと書かれてないにしても求められたりするわけですよね。僕以前こう自我っていうのは現象であるみたいな話をこのポッドキャストでもしたんですが、確固たる自分みたいなものはなくて、まあ、相手との関係性とかその場の環境とか、まあ、その時の自分の体の調子や心の調子みたいなものを総合して立ち現れるのが自我みたいな風に捉えているので、まあ、刻一刻とこう変化して揺れているものが自我なんだよねみたいな風に僕は思ってるんですね。でもこれはじゃあなんだろうな、政治的経済的にこう安定した国にいるとか、もしくは毎日同じような場所、同じような人と会っているとか、同じような刺激にさらされているってなると、その変数がやっぱり少ないというか変わらないので、ある程度こう自我みたいなものが結果として安定してくるよねと、あんまり揺れが少ないよねみたいなことになってくる。まあ、自我が揺れるのがしんどいっていう人は、そうやって環境をコントロールすることでとか、まあ自分の体調とかをコントロールすることで安定した自我を保つ、まあ戦略的にそうするのは、まあ一つねライフハックとして素晴らしいなと思うんですが、まあ今日その僕が話したいのは、その向こう側ですね、自我を安定させましょうみたいな話じゃなくて、安定感持ち始めるとそのような世界観が強固になり、そのような眼差しで世界を見がちになってしまう、まあ、いわゆるこう凝り固まってしまうということを恐れてホームレス体験を やっているということですね。こうそのフレームで物を見がちになってしまうということが、まあ、悪いとは言わないが、生きづらさにつながるよねと僕は思ってるって感じですね。でもっと言うと、その自分が持っているその役割みたいなことですから、その役割には言い換えれば機能があるんですね。何かの機能を果たしているから、その役割が果たせているってことになると、ってことはその機能を果たせていなかったら、その役割としては用なしになってしまう。例えば父であると、自分が父であった時に、その父としての役割をその家族の中で何らかね、別に言語化されてないが求められていると、その父としての役割を果たせていない、まあ、機能を果たせていないと父としては用なしになってしまうってことですよね。会社でもそうですよね。あるポストがあって、そのポストに自分がアサインされている、その役割を担っているわけだけども、その機能を果たせていないということは、つまりその役割を果たせていないということなので、用なしになってしまうという、どれくらい自覚的かはさておき、この役割を果たせているか果たせていないか、そして用なしになってしまうんじゃないかみたいな恐怖感みたいなものは、誰しもうっすらね、この競争社会の中では持っているんじゃないかなと僕は思うんですよね。でその恐怖をこう埋めるためにというか、克服するために、さらに役割に埋没していくみたいな、役割のこう、ね、埋没していくスパイラルみたいなのがあるんじゃないかなって思ってます。ちなみに、僕自身結構あるんですね。なんか目的意味を与えられると、その意味の中に過剰にね、意味の中に入り込んでしまうというか、目的に徹してしまう。一応そこ、今そこには仮の意味があるから、そこに振り切ってしまうみたいなことが起こって、結構過剰にですね役割に徹してしまうところがあるんですね。でそれはやっぱりこうさっきも言ったみたいに、そのような眼差しで見てしまうので、良くないなと思ってる。まあ、最近で言うと、ベンチャー2社で働いてるので、かなりねその
スピード感を持って結果を出していこうみたいな、うん、成果主義的な発想がすごく強くなっちゃってて、世界に対してね厳しい眼差しを向けがちであると。それは多分役割の視点というか役割的な自我が強くなりすぎていて、世界をそのように見がちになってしまうと。でそれ良くないなってことで、今回ホームレス体験という名前をつけてまでですねホームレス体験してきたっていう話です。まあ、改めてですねホームレスっていう、まあ、言っちゃってるけど、まあ、ウィキペディアで調べてみると、ホームレスってのは競技にはさまざまな理由により定まった住居を持たず公園路上を生活の場とする人々、路上生活者、公共施設、河原、橋の下など帰郷の場所とし、日常生活を営んでいる野宿者や車上生活者のこと。ここではまあ路上生活者みたいな意味で僕はホームレスという言葉を使っています。で、まあ、一日ホームレス体験で何をするかっていうと、まあ、何をするかというかどのような制約で行うかっていうと、まあ、グレードが3つ僕の中であって、グレード1から3まであると。でグレード1はお店に滞在しないってことですね。それだけです。スマホとかお金とかも持ってて所持してていいんだけども、お店に滞在しない。例えばカフェにいるとかね、そういうことをしないと。コンビニで酒を買ったりするとかっていうね、その一時的な買い物は OK っていうルールですね。まあ、実際あの公園で酒飲んでるホームレスのおじさんとかいるんで、まあ、そういったレベル感のかつちょっとまだ貯蓄があるホームレスみたいな過ごし方がグレード1で、グレード2になってくるとお店に滞在しないっていうそのグレード1の条件プラスお金を所持しないってことですね。お金を1円も持たない。だからコンビニに寄ったりとかも結果できないんですよね。お金を持たずに過ごそうと。でグレード3はお店に滞在しない、そしてお金も持たないプラス、スマホなどの通信機器を一切持たないということですね。でこのグレード1から3までっていうのは別にどれでもいいんだけども、自分に合った負荷をかけてみてくださいってことです。でその状態で一日を過ごすということ、例えばグレード1で過ごしてみると、あのね、公園で酒を飲みたくなる気持ち分かりますね。やることないんで暇だなと思ってね、酒飲みたくなると。あと意識変容をね起こしてくれるんで、まあ、楽しいよねってことで、酒がねすごいこう娯楽になるっていう気持ちは分かりますね。あとはね、自然とこうゆっくりね、座れるような場所っていうのを探し始めると、結果やっぱり公園とか広めの公共施設みたいなところにたどり着きがちですね。でこれショッピングモールとかには行かない。なぜなら、ショッピングモールっていうのは買い物客みたいな役割を持っている人が行く場所ですよね。なのでそこに行くってことはなんか役割を与えられてしまうけど、その役割を結局機能として果たせないホームレスなので、お金がちょっと余裕がないので買い物、そのねショッピングモールで買うようなそういったニーズはないので、役割を果たせないっていうところで居心地が悪くなっちゃう。結果公園とか公共施設って感じで、別に役割がなくても、過ごしやすい場所みたいなところに落ち着き始めるってことが起こりますね。でまあ、それは行動ベースの話ですけども、意識ベースで言うと、まあ、どんなことが起こるかというと、役割デトックスですよね。今持っている自分の役割みたいなものを結構客観的に見つめ直せる、役割から外れて自分自身を、こう見つめ直せるってことがあるし、まあ、人によってはですね、自分が今どんな役割持ってるかみたいなことを自覚してないみたいなことがあるから、そういった持ってる役割を自覚する機会にもなるし、また、この未来を考える上で今持ってる役割みたいなものにとらわれずに、割とゼロベースでですね、これから未来どうしていこうかなみたいなことを考えることができる。まあ、なんなら今その瞬間ホームレスをやってるわけですから、何の役割を持ってないので、どんな役割を持つかってことをまあ選べると、まあ、家帰ればね家があるし役割もあるから、もう一回やり直せると、やり直しが効く状態にあるんで、まあ、ある種ね思考だけがゼロベースでホームレスとして考えれるけども、生活は別に保障されてるって感じで、かなりいい感じにですね、こう役割デトックスをしてゼロベースで物事を考えることができるっていうのがメリットなのかなというふうに思ってます。役割にね、こう今自分の生活とか役割にを窮屈に感じている人なんかはですね、これおすすめなんで、ぜひね、一回ホームレス体験やってみていただければいいかなと思ってます。まあ、グレードがねこう1から3まであるっていうふうに言いましたけども、どれぐらいこう役割にね縛られてるかっていう度合いによってですね、やってみればいいかなと。結構ね窮屈に役割を演じてる人とかはグレード1でも十分ね効果があるかなと思います。まあ、場合によってはね、これグレード3のかつ1日じゃなくてね、あの日中だけじゃなくて野宿して2泊とかね、あ1泊とか2泊とかやってもねいいかもしれません。まあ、あんまりやりすぎるとね、これホームレス体験じゃなくて本当ホームレスになってしまうっていうところがあるんで、ちょっと気をつけなければならないんですけれども、まあね
今日言った話、役割デトックスやってみたい方はですね、1日ホームレス体験をやってみてはいかがでしょうか。本日は以上です。またお会いしましょう。さようなら。